にちは、中学愛好会です。本日お越しいただきありがとうございます。地学愛好会は早稲田大学の地学サークルです。地学の勉強や各地の巡見、出版を目標とした参考書や問題集などの作成をしています。具体的な活動としては、毎週1日集まってミーティングをしています。早稲田キャンパス内で行うことが多いです。あとはオンラインなどで行っています。内容はこのように雑談だったり、あと一旦準見の報告会や、あとは予定立て、出版の作業や勉強会をしています。ここにある星空準見の検定を去年受けました。ちょっと準見の説明になります。ゴールデンウィークや夏、冬、春などの長期休みの期間には準見に実際にちょっと準見の説明になります。ゴールデンウィークや夏、冬、春などの長期休みの期間には各地のジオパークなどに準見に行っています。例えば玄武洞、鳥取砂丘、箱根、城ヶ島、中心、長瀞、あとは広島、長瀬などにも行っています。それとちょっと今書いてないんですが、この筑波の JAXA などにも行ったことがあります。ちょっと、今年は伊豆大島や浅間山、あとはちょっと星空観察などもできたらいいなと思っています。あとは博物館も行けたらいいなと思います。メインの活動としてこの出版があります。こちらの画像にあるのが実際の出版物です。例えばみんなの地学塾というのが地学の参考書で、隣にある地学の参考物が準見の報告書になっています。これは出版物をサークルで作りまして、コミケや技術書店などで売っています。それで今年のコミケにも今応募しているので、当選しましたら出場する予定です。あとはオンラインでブースナップを使いまして、こちらで販売しています。もしよろしければ無料で読めるものもありますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。あと地学愛好会、今40人ほどメンバーがいます。私は教育の地球科学専修にいるんですが、あと理工学部などの人も多いです。多分その理系だけじゃなくて文系の方もかなりいらっしゃいます。なので文理関係なく、本当地学に興味のある方、古生物だったり天文だったり地質だったり、もう少しでも興味があったらぜひご連絡いただいて面会していただけたらいいなと思います。今、新刊活動をツイッターの DM で受け付けています。その総代地学愛好会というアカウントがありますので、お気軽に何でもご質問ください。今日は、お越しいただきありがとうございました。これで終わります。中井公会さん、ありがとうございました。最後に天文堂公会さん、よろしくお願いします。サークルの概要について説明させていただきます。早稲田大学天文棟公会は、早
田大学公認のインカレサークルとなっております。通称はですね、WAXA、ワクサとも呼ばれております。大学6年問わず誰でも大歓迎です。また、星に詳しくないと大丈夫かなという理由はちらほらいただくのですが、こちらはですね、全然問題ありません。すごくゆるくまったり活動しておりますので、ご了承ください。そして、創立62年を迎える参加でございまして、昨年の在籍人数は83名となっておりました。こちら、通常活動の写真になっておりまして、こちら、コロナ前の活動となっておりますので、すごくなんか、みんないるんですが、ただいまはですね、感染対策を徹底したで活動を行っております。週1回、毎週水曜日に例会という活動で、形で活動しております。さあ、例会は何するのというとですね、こちらの所有している望遠鏡でですね、星を実際に見てみたりとか、そういう練習をしております。また、プラネタリウムなどにも近くまでやっておりまして、まあ、こちらはコスモプラネタリウム渋谷の映像となっております。また、その夜景の写真なども撮りたりもしておりました。こちらですね、プラネタリウムの活動となっておりまして、ホームスターとブルーのダイヤモンドですね、こちら活動が上がっております。こんな感じで星座の勉強をして実際に星空を見に行くみたいなことをしております。当サークルの大きな特色の一つがこちら山越えというのをサークルで実は所有しております。ただ場所はですね、東京から車で3時間ほどの森山町近い長野県南北区川上村にございます。さあ、特徴として10畳ほどの一つとなっておりまして、このサークルに入会していただければ誰でも無料で使用できます。サークルの山小屋から実際に見える星空の景色なんですが、すごい綺麗に星が見えるところで、すごいなんか周りにあんまり建物とか電柱がないので、すごく綺麗に星が見えます。まあ、こんな感じにですね、どん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 星が綺麗にすごく見えるところになります。加えて主なのうちの大きな活動としては、毎年11月に行われている早稲田祭があるんですけど、ここでは自作のプラネタリウムを上映していまして、シナリオもサークルメンバーが自分たちで作っています。で、まあ、主な例年の題目としてこんな感じで、これも自分たちで作っていました。そしてまた装飾やドームや装飾も自分たちで手作りしていたので、作る側としてもすごいやりがいのある活動で、毎年たくさんのお客様にご来場していただいた人気の活動となっていました。こんな感じです。でもう一つ、うちのサークルの目玉のイベントとしては年に 4、5 回行われていた合宿がありまして、夜は天体観測、そして昼は観光という感じ で過去に行った場所としては長野県の阿智村や伊豆諸島の神津島、あと温泉で有名な草津や沖縄など、いろいろな星の見える場所に例年行っていました。合宿で、まあ、こういう感じで海辺で星空を見たり、あと海水浴したりで、星空はこんな感じですごい綺麗に見える場所に行っていました。はい、まあ、今はちょっとコロナ禍でしばらく行っていないんですけど、今年の情勢次第では夏や冬に行きたいなとちょっと前向きに検討しているので、ぜひ参加したいという方は感じです。で、今天文同好会では Twitter や Instagram で公式アカウントを運営しております。で、ここではサークル情報などを流しておりまして、 Twitter の方では質問箱等にも答えているので、知りたい情報があるという方はぜひご覧ください。また LINE で今年度の新刊グループを作成いたしましたので、こちらでより詳細な新刊についての情報を告知しております。で、参加方法は Twitter か Instagram のダイレクトメッセージの方にご連絡いただいて、自分の LINE の QR コードを送信していただければ
対担当の者が確認して、確認次第、新刊グループに招待させていただくので、でそしてその新刊グループに参加して、新刊イベントについての情報を、の告知を見ていただいて、参加という形になります。またでダイレクトメッセージでは質問とかも受け付けているので、天文同好会に興味があるという方は気軽にご連絡ください。以上で説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。